皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。静岡県の学校情報、今回は吉原工業高校と吉原高校の塾対象の合同説明会、このお知らせです。説明会の案内の中に、この企画何の目的でやるのかというのが書いてありました。それは普通高校、専門高校の特徴に関する理解を促進し、中学生の進路選択の一助とすると。つまり普通高校、吉原高校ですね。吉原高校ではどんな学習をして、進路はこんな風になっています。特徴はこうです。吉原工業高校、専門高校です。専門高校では、科がありますけど、それぞれの科でどんなことをやっているか、特徴はこんなところがありますよと。また、卒業後の進路はこうなっていますと、そういうことをお話になるんじゃないかと思っています。そしてそれを理解して、塾の先生方はそれで中学生の進路指導に役立ててほしい、こういうことなんですね。日時ですけど2回開催されます。内容と会場はどちらも同じです。第1回目、令和4年10月4日の火曜日、私はこちらに参加します。第2回目は令和4年10月18日の火曜日、時間は9時45分受付、そして10時開会で、それぞれの校長先生の挨拶があります。で、10時10分から10時50分、40分間は各学校の説明になります。1校20分ですね、20分。で、10時50分から11時、ここで質疑応答です。この質疑応答の後、閉会になるんですけど、閉会の後ね、校内の見学とか、それぞれの学校の紹介のビデオ、これを見る企画もあるので、この説明会に参加される先生、そちらの方も見てみてはどうでしょうか。で、会場は静岡県立吉原工業高校の会議室、こうなっています。で、申し込みなんですけれど、申し込み用紙、これは届いている塾さんは QR コードから申し込むので、申し込めるようになっているので、そちらから申し込みをお願いします。用紙が届いていない塾の先生方、こちらはそれぞれの学校に問い合わせをしてみてください。吉原工業高校担当は教頭先生になっています。吉原高校は副校長先生になっています。今回は吉原工業高校と吉原高校の塾対象合同説明会のお知らせをしました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。